出かけると、そこはさながら相模原マイニャンランド。もうやりたい放題、手がつけられなくなるんです。まずは毛づくろいに1時間、気分は大女優。爪を研いだら穴だらけに大規模リノベーション。マイニャンの大好物は鰹節ではなく土佐ガツオ。しかもたたきじゃないと食べない派なんだとか。そんなマイニャンにも苦手なものが。それはキュウリ。塩もみ前のものはヘビにそっくり。旦那さんの書斎に忍び込んだマイニャン。あ、見てはいけないものを見てしまったようです。つまらない常識と机の上のものはぶっ壊せ。それが彼女の座右の銘。いたずらに飽きると狩りの練習。これは上腕過剰骨折の音ですね。そろそろお眠。写真集仕込みのゴロリンポーズで日向ぼっこのお昼寝。僕脳殺されそう。でも近づきすぎると。何見てんだよママ、怖いよ。